はい、2017年、7月8日土曜日が終わって、日記取ります。ですね、今日閉店後にですね、閉店後じゃない、閉店間際か、結構遅い時間にひょろっと、フラッと、佐々木監督が、アニメの佐々木監督がお店の方にお越しいただいて、いいでしょう。もうこれも完全に自慢なんですけども、時々遊びに来てくださるんですよね。で、まあ、いろいろその、最近どうなんですかみたいな話を、逆にそのお客さんとか少なかったからゆっくりね、話せて、本当に良かったです。はい。で、その時に、ちょっとこれ、こういうのあるんですけど、みたいな感じで、びっくりするものを、譲っていただいちゃったんですけど、はい、関係者、そりゃ関係者だよな、っていう。このカード知ってるんですよ。その佐々木監督もシャマさんの動画を見てくださってて、シャマさんがこのカードを持ってきて僕と対戦した動画を見てくださったんですよね。でその時に、あ、これ俺の書いたカードじゃんと思ったらしいんですよね。これはい、すごいです。あ、ここですよね。はい、イラストレーター佐々木忍とはっきり書いてあります。これ俺のカードじゃんと思ってすごくびっくりしてとか言って、じゃあついでに持ってこようかなと思って持ってきてくださったということをおっしゃってました。はい。ちょっとこれもうびっくりですね。で、その場でその、貼る用の台紙というか、色紙まで書いてくださって、はい。シャークトレード禁止ってちゃんと書いてありますね。で、ついこの間そのシャークトレードのアニメもね、放送されたばっかりなんで、で、あの件とかについてもいろいろお話伺いました。本当はね、もうちょっとシャークトレードこういうのはいけないよってのもっと具体的にやりたかったんだけど、ただまあその、あくまでトレーディングカードだから、トレードすること自体を否定するようなストーリーはね、あんまりしないようにしようと思ってみたいなことをおっしゃってて、ああ、そうなんだなって。まあそういろいろ、やっぱりね、一つの作品作るってのはいろいろ考えなきゃいけないことも多いんだなと思いました。はい。でですね、これはもううちの店の家宝というか、にさせていただいて、飾らせていただいておりますんで、はい、ご来店の際には、見てください。はい、じゃ失礼します。